キュートなお顔が泣いてますね。おいで。ううん、黙っていたいですか話したいですか、うん、聞いてほしい。 うん、聞かせてくださいお姉ちゃんって今のお仕事いつなりたいって決めたのうーんそうですね確かちょうどあゆみちゃんと同じくらいの時でしたね。 迷いはなかったはい私は大いなる自然の意志にただ身を委ねているだけですからまあ反対はいっぱいありましたけれどあゆみちゃんも見ていた通りですね <laughs> お姉ちゃん、かっこいい。私は、自分の力が不安で、自信がなくて。一歩前に出ることが、怖くてできないの。怖くて、怖くて。 自信。うん単純な言葉だけどとっても大事なことですねあゆみちゃんの実力は本物ですよお姉ちゃんずっと見てきました苦労して苦労して一生懸命積み重ねてきた今の実力でしょう それなのに、あなた自身があなたを信じてあげなくてどうしますかイラストレーターを夢見て、今まで一生懸命描き続けてきたあゆみちゃん。頑張ってきたあゆみちゃん。お父様やお母様に堅実な職業をと何度反対されても、 夢に向かって目をキラキラさせて進み続けたあゆみちゃん信じてあげなきゃかわいそうでしょ、うん、まだ隠れてる子がいますねここに。 うん、出ておいでお話聞かせて私より私よりうまい人いっぱいいるもんピクシブとか見てたら私どんどん自信なくして何千何万もの人がいる中で。 どれだけの幸運か力があったらその人たちの前に出ていけるのって <laughs> 私のお友達にお仕事で絵を描いている方がいますが案外どういう世界でも動いたものがどんどん夢をつかんでいくと聞きますよ。 この子を知っていますか今心霊研究の学会の間でも作家業界の間でも有名になりつつある女の子お なんん読むのののさささええすごいスピードで作品を書き上げてどん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 投稿してめきめきと頭角を現している次の半期の芥川賞最有力候補と目されているんだとか。 すごいなんとあゆみちゃんと同い年なんですよ<っ> <laughs> この子はですね実は誰に文法やロジックの組み立て方を教わったわけでもなくただひたすらに 画流で描き続けているそうなのですどうやら描くことが楽しくて仕方がないみたいですね楽しいんだ自分を信じて初心を忘れず失敗してもその時対処すればいい 私もいつもそう自分に言い聞かせているのですよ <laughs> お姉ちゃんはい決めた私もとっと黙って この人、ナホナホさんの本に表紙書かせてもらうんだうわすごい素敵ですねお姉ちゃんもその本今から楽しみですよ私の自慢の妹です 手打ちのお客さんに自慢しちゃいます応援…してくれるはい